はい、皆さんこんにちは、村脇出身です。パート1からね、ご覧になっている方はもう趣旨もね、ちょっと分かってらっしゃると思います。そしてこれがね、最後のパート1の最後に作ったアレンジっていうのも分かってらっしゃると思いますが、パート2からね、ご覧になっている方もいらっしゃると思いますので、ちょっとだけ説明させてください。今回の企画は赤バラ3本とこういろんなね、グリーンを使って、どのようにこうかっこよくね、お家に花が開けられるかっていうのをやってます。で、お家に花が生けられるかということで、どこの家庭でもあるだろうこの円筒形の普通の花瓶を使って、この花瓶でチャレンジしております。で、今回パート2ではですね、ごめんなさい、パート1だ、じゃあね、どうしてかっていうと、赤バラを長めに使ったデザインをパート1では考えました。で、このパート2では赤バラを今度短くしたね、アレンジメントを皆様に紹介していきます。ただ器はね、同じこの器を使っていきます。っていうのが、赤バラ、バラっていうのはね、こう低いお皿とかだと水が下がりやすいんですね。ですから、まあ、短めに使ったとしても、このぐらいね、水が入る器の方が日持ちがしますので、まあ、実際ね、お家に飾るという前提ですので、日持ちのことも考えていきましょう。フラワーティビアに、そこまで考えるんです。デザインが出てきます。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では実際に始めていきたいと思います。これパート1でもね、紹介したハランです。で、パート1で紹介した通り、やっぱりこの2本こう長めに使ったのと、こう丸めたのになります。このハラン2本を使ってアレンジをしていきます。実際こう低めの方がね、まあデザインは簡単なんですね。結構こう様になって見えますよね。で、バラも低めに。入れていきます。はい、こちらで出来上がりましたが、ちょっと上目から見た方がいいかな。はい、このような感じですね。もうバラは完全にマスなんですが、これね、ポイントとしてね、こう若干こう高さを変えてるの分かりますかね。アップにしたら分かるかな。このように若干高さを変えてます。これがね、全く同じ高さになるとすごい気持ち悪いアレンジになるんで気をつけてください。このようなね、感じで、ハラン2枚と赤バラ3本、短めに使った場合ですね。では、次行きましょう。はい、では次にこのドラセナのを使った、アレンジを作っていきます。今回は長い方を1枚に切り分けます。で、ここでね、赤バラを入れていきましょう。そしてこの上からね、ドラセナを
このように少しこう丸め込んで中に入れ込むような感じにすると変化がついていきます。もうこうドラセナと赤バラを一体化したような感じですね。はい、いかがでしょうか。ちょっとこう変化がついてかっこいいと思います。またこのね、赤ドラセナは赤バラとこう似たようなね色合いなので、同系化したなんかシックな感じにね仕上げることができます。では次行ってみましょう。